17ターン終了。うわ、めっちゃお金減るな。回復にお金かかりますね。ナイトが攻めてきました。どうしようかな。ちょっとエルフね、そうですね、エルフ一体ちょっと攻撃部隊に加えましょう。さあ西へ向かおう。どうしよう、ジャイアントが戦おうか。ナイトに強いジャイアント、いいね。気持ちいいね。ジャイアントはナイトにめっちゃ強いね。さあエルフが守って、ソーサラー、新たなソーサラー見習いの旅立ち。あーダメか。さあハーピーも西へ援軍に向かいましょう。ハーピー、プリースト倒せないかな。もうプリースト克服してるでしょうね、ハーピーを。でもちょっとぐらいダメージ与えれるんじゃない。ほら丸ですよ、いける。ハーピー頑張れ。おお、大主君プリーストやっつけました、ニックギー。オッケー、ハーピーがさらに、獲物発見、ファイター発見。あ、西のね、あの苦戦してるとこ助けに行こう。あー、なんかいる、マジか。海の王者がいますよ。わけわからんわ。さてバルでグリフォン倒せるか。おお、一体倒した、いいね。レベル2。スケルトンが邪魔をして、メイジは回復したいんで、グリフォン得意ですからね、ソーサラ魔法で。よーし、いいね、メイジ回復。ナイトも戻れるかな。 OK、 この間守りはどうなるか。ゴブリンがエルフをやっつける。よーし、ファイターはちょっと後ろに退却したのかな、後ろ下がりましたね。よしよしよし、詰めろ、文句復活。そして交代、二交代制ですかね、我が軍はね。二交代制。あ、間違った。 OK、 こっちにもいたよね、ファイター。よし、マチがあるんだよね、ここに。オッケー、これでもう制圧かな、この左下部分はね。オッケー。あ、これね、これレベル1のファイターが来てるよね。でもこっちはレベル5だぜ。エルフやっつけよう、決死の戦い。そしてこのターンもしね生き延びることができればまた回復できるんで、可能性にかける。あれ、ここはどこ。あ、ここか。ハーピーはそうそう、援軍に行こうとしたんだよね。あ、西に向かいましょう、遠くへ。
誰かの街に入ったそしてこのゴブリン一族ね、体調が回復してる間にこいつを倒しておけ。よし、あー、モンクが来てる。モンクエルフ、集団行動した方がいいな、このこいつらね。深追いはやめておこう。これでいこう。次はナイトが欲しいな。ファイター来たね。まあまあナイトまで我慢しましょう。戦況はイエロー7、もっと減らしたい。頑張りましょう。18ターン終了。さあちょっとね、敵に動きがあったのでご報告したいと思います。この赤とね緑の対決でなんとシルバーナイトが生まれております。これは強烈ですね。こういう戦いの中でね、やっぱりね成長していくんですよね、コンピューターも。お互いナイトとかね、この高級な舞台がいっぱいいる。サーペント率が高いのが気になりますけどね。はーい、ということで行きましょう。まずは守備。お、いいね、ソーサラーレベルアップチャンス。バール、倒した。レベル3。ジャイアントは特に用事ないか。ちょっとやりすぎだね。後ろに下がりますか。文句に活躍してもらおうか。一体倒せい。よーし、いいね。プリーストーケンザン、大人の階段一歩登りました。いいね。さあ、そうしたら、ああ、周りに誰もいない。もうビビって近づいてこないね。あ、ゴブリンとか死んでる。マジか。さあどうしよう。こう平地ばっかりだからね。明治先生行くか。突っ込むか。先生が唇を切る。開いた。あー、明治先生ダメージ受けた。これはもう全軍突撃だな。そうさ、スケルトンにあんま強くないんだよね実は。なぜか。ファイターいけるか。4、3、2、あ、届かない。ここで一旦待機だね。スケルトン倒せるな。避けろ。よし、あ、来た。明治生まれました。2人目の明治、いいよ。こいつもレベルアップしてほしいな。スケルトンが壁役になる。よし、まずはこの町を取りたいからね。退却。そしてナイト復活。前の状態はなぜかサーペントがいる。
サーペントがいる。みんなと合流しよう。うん、ああちょっとファイターにやられるの嫌だな。苦手なグリフォンをと愛で戦う経験値。あー倒せない、やってもた。でもレベルは上がる、レベル6、レベル上げですね。さあエルフが来ましたよ。飛んで火にいるですねこれ。隊長をやっつけてやってください。隊長の得意だねエルフ。そしてすぐさま回復。よしちょっとモンコが来るのにね、体勢を整えよう。みんなで一体ずつ倒していこう。ここはどこだ、ここはどこだ。あさあこのエルフも援軍に加わってと。行くか、行けー。あーやられた、やばい、死ぬかもね。このハーピー、あ生き残ったのか。でもまたファイター来たな。サーペントも近づいてきてる。絶体絶命、レベル6なのにね。せっかくこれ遠くから助けに来たんだけど、くー、ここかな。でなんとか守りたいね。ハーピー命がけ、避けろ避けろ、よーし。ここ自分の町だから回復する可能性あると。そしてあ、まあ、サーペントに攻撃されるのか、きついな。あーきつい、どっちにしろ死ぬか。可能性あるとしたらこっちかな。これでサーペントがハーピーを攻撃してくれることを祈る。祈るしかできない。よしここはもう全部占領。ここから北伐ですね、北に向かいましょう。城はね確かファイターでは占領できないんで飛ばしていきます。この上がさっきの、あだいぶ上ですね。うん、この町取りたいな。あナイト作れるな、どうしよっかな。作ろっか。ナイト出撃、キングを倒さないといけないからね。ナイトの経験をレベルを上げたい。よし27。あもう中立の町ついにゼロになりましたね。この町の奪い合いですね。レッドとグリーンお金持ちすぎでしょ。19ターン終了。さあ行きましょう。結構激しい戦いになってきましたね。さあここの町を占領したいんですけど、おお、なんかユニットが減ってる。スケルトンとか死んでる、ゴブリンも死んでる。グリフォンがいますね。ちょっと周り見てみましょう。
さあこっから攻め上がるのは難しいね。強敵がワンサカいますねこれ。あらららら、なかなか拉致が開かないね。これ街をね占領しないといけないんだけど、頑張っていこう。まずはファイターやっつけよう。レベル7 危険すぎるでしょこいつ。明治レベル6。いやー強くなったね。レベル上がったね。ファイターで占領したいから、あこれもう退却だね。僕の方に退却。前に行こう。スケルトンやっつけよう。どうしよう。ファイターやっつけよう。どうしよう、明治退却せずに戦うか。ナイト行こう。ジャイアント、苦手なジャイアントにあえて戦う。これでこそレベルが上がるって問題。よーし、いいね。レベル3ですよ一気にね。これはどうしようかな。よし、この森占領。見習い捜査らには負けん。占領、よし取り返したぜ。これであと、あーまだ7つもあるのか。きついね。ここら辺は、うわめっちゃ死んでるやん。さあ上に行きましょうか。ここでいいか。スケルトンあんまり必要ないみたいだねここ。あれ？さっきからプリストだったっけ？これ。ちょっと忘れたけど。大事に育てましょう。どうしようかな。こんな感じかな。守備はバッチリ。あのファイターね、あーハーピーも死んだし、このスケルトンに殺されちゃいましたね。レベル6のダメだ。ここ完全に乗っ取られたな。完全に退却ですね。退却。よし。退却。さあこのフォーマンセル、今度の獲物はこいつかな。こうか。あ違うな、こうだね。全員で文句にかかれ。
返せ、町を取り返せ。返すな、もう後方も後方から攻撃。よーし、こんな感じか。結構ユニット数増えてきたね。お金もある。どうしよっかな。欲しいのはね、欲しい部隊はこの西のこっち側のね、町を攻め込む部隊が欲しいんですね。遠いな、しかし遠いわ、悩ましいな。もうちょっと貯金するか。貯金してフォーマンセルでね活動させたいんだけど。そうだね、もう一旦貯金しましょう。はい、あと一旦頑張ろう。20ターン終了。お、お金貯まったね。さあ、このターンを最後にしたいと思います。うわ、レッド1万お金あるじゃんもう最大部隊数になったのかな。レッドがね、ドラゴンが来ました。やばい、これはやばい。ちょっと守備を固めないとね。レッドはね、お金があり余ってて、しかもね、このグリーンとの戦いも結構激しい戦いしてるんですよね。どうなんでしょうか。戦況としては、まあ、レッドが勝ってる感じですかね。どうしよう、あのドラゴンまこのメンバーで守るしかないのか。とりあえずバル848のバル848。まあまあだね。どうしよう、これクリストに頑張ってもらおうか。ジャイアント下がってクリスト行け。あんまりいまいちだね苦手か、リザードマンとか。待機かな、ここは。どうしようかな、これ後で考えようおっと、バルしたいけどな。どうする、一旦退くか、これバル。ジャイアント倒せるか。倒した、レベル変わらず。どうしよう、これここの町まで遠いな。ファイターがちょっとね、端っこ通っていけないかなスケルトンは時間稼ぎで壁役。メイジ君の到着を待つ。グリフォンは倒せるね。おい、ナイス、レベル6。一旦退却。ハーピーレベル8、惜しいね。もうちょっとで先生になれるよ。結構
経験積んできたね、みんな。どうしようかな。一旦退却しようか。わお、サーペント。ナイト行こうか。リザードマン、この森を死守するんだ。どうしよう。いけ、リザードマン攻撃、イエーイ。行き過ぎかな、大丈夫かな。ここね、ファイター2人いるけど、あー取られるな、ここ。ならんかな、ここ。なん厳しいね、遠いんだよね、場所が。ハーピーなんか送り込んでもな、あんまり戦力にならないしね。さあ、このゴブリン正体。よし、この町取りましょうか。さあ、隊長行け、イエーイ。撃破。よーし、占領。どうしよう、このゴブリン正体。あ、この下までも町占領してるんだね。守っておくか。退屈な感じだけどね。守りだけって。まあまあいいでしょう、ここで守っておきましょう。さあ、新しい小隊を作りましょうか。どうしよっかな。西に攻める部隊をね、作りたいね。ここで戦ってて、この間ね、ここを攻め上がる部隊が欲しいんだよね。ということでね、リザードマン部隊作りましょう。川を進んでいきましょう。川を進んでね、西に攻め込もう。リザードマン部隊。なんて贅沢なお金の使い方なんだ。究極の無駄遣いかもしれんよね。作戦失敗するかもよ。隊長が必要なんだけどね、隊長。隊長ナイトでいいか。ちょっとサーペントを作ってもね、陸登れないしね。あれ、あ、無理だね、どうしよう。からか、こんな感じですかね。はーい、戦況はこんな感じです。今回はここまでにしたいと思います。なかなかね、
時間かかるね。ターン21。次回も頑張ります。それではまた。さよなら。